もうちょっと30分ぐらい乗りますのでね、楽になさってください。でシートベルトの着用はお願いいたします。でキラキララリーバス夜景スタンプラリーにはもうご参加いただいてますでしょうか。シートポケットの縦長のポップから札幌キラキララリーバスを2丁1丁2丁ということで信号機があります。皆様これからロープウェイで毛谷山の風景見たときにすっごい明かりが強いとこがありますが、それが今ここです。ここからすすきのにかけて明かりがすごく濃いですから、そして一本ので皆様の目の前には徐々に札幌市の街並みが広がってまいりました。ただいま出発いたしました三陸駅方向をご覧くださいませ。正面は札幌の中心部大通地区でございます。高層ビルの中に高さ104夜景モードとかないんですか？あ、うん、あ夜景モード。これ夜景モード。そのカメラでもいけるかもしれない。このカメラ、この明るさで全然いけると思います。全然いけるこれ。
Thank you.